よ。ブラボー。皆さん、ブラボーって言葉の響きいいですよね。ブラボーとは、イタリア語であり、喜んだり、嬉しさが爆発した時に発する言葉です。当チャンネルは最近は、マリオの子ネタ動画を中心に投稿しておりますが、マリオの RTA の生配信で記録を出して喜びを爆発させたり、マリオメーカー2で、難しいステージをクリアして喜びを爆発させたりという、チャンネル立ち上げ当初からやっていたことが、最近ご無沙汰になっているので、メインのマリオの子ネタ動画も上げつつ、RTA 配信と、マリメ2も、また頑張っていきたいと思っている次第でございます。こんな感じで今回は、ということで久しぶりにマリオメーカーに潜り込んでみてます。僕は阿蘇3対戦よろしくお願いいたします。最初のステージはどんな感じなんだろうね。10秒でこの全44枚のコイン取る。間に合うわけ。じゃあ下から順番にコインを叩いて回収していけばいいと思う。ああこの落下してる間無駄じゃね。だが俺はここから不死鳥のように舞い上がれ。さあ残り2秒不可能を可能にする時間。今の走ってる時間もめっちゃ無駄だったよね。おめえはな、無駄が多いんだよ。やる前にあれこれ考えちまう。無駄をなくせ。じゃあ高く飛んで一気に落ちればコイン全部取れるじゃん。で下から飛べばいけるぞー。届きませんでした。ちゅうことは斜めにマントのスピン飛行をすれば無駄がなくなるっていうことですよね。そうそうこれが私の空間認識能力が描いた未来予想図だ。しゃあこれ一旦じゃね。あバカそこ飛んじゃダメっていうかダッシュ状態だと飛んじゃうよね。そうですよね。ああわかったということはさこうやってさ、まず片方のコインをすべて取れば取りこぼしがなくなるから安定するんじゃ。でこっから飛んですぐ P メーター貯めて飛べばって。いやこれさっき失敗したムーブやんけ。ふんふんふふーん、ふんふふーん、ふんふんふふーん、ふんふふーん、ふん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 ふふふーん、ふんふんふふーん。いやー惜しいー。さっきめっちゃ惜しかったよね。何も考えてなかったけど覚醒してたよね。ちなみに覚醒ってなんだかわかる？覚醒とは思考と経験の蓄積の上に起こるパズルだ。勝つか負けるか、生きるか死ぬか、その極限状態の視線を超えるたびに、マリメプレイヤーは覚醒を余儀なくされる。失敗と試行錯誤を重ね、それ、失敗と試行錯誤を重ね、それでも勝とうと極限に立ち向かうとき、バラバラだった成功へのピースが噛み合って、クリア、は開花する。つまり覚醒とは、お前がお前を学習する瞬間だ。自分が最も輝ける方程式を体現しろ。その全てを己の中で熟知して再現せよ。再現性のある成功の先にしか、進化はないと思い知れ。たまたまじゃあダメなんだ。たまたま勝つな。勝つべくして勝ち取れ。誰も傷つかない平和なステージっていいですよね。はい、ちゅうわけで元気よくやっていきましょうかね。ステージの構成は平和な世界ということで、敵を1匹でも倒したら失敗なようです。あれでしょ、急に敵さんの密集。いやフラグ回収早すぎるだろ。あでも上からグラパが降ってきて死ぬとかじゃないんだね。ってことはまだ俺にも可能性があるってことだな。俺はお前が泣くまで諦めるのをやめないぞ。うわぁ、キッチンエリア来たー。っていうか敵さん殺しまくってるけど大丈夫なのこれ。この鍵をゴールまで持ってたらどうなるのでしょうか。鍵持ってたらゴールができなくなるということだと思うんで、ドアに入って積んじゃうってことなのかな。いや、きつすぎるだろここ。はい、デカ状態をキープしてきた。いや諦めるの早すぎだろ。いや違うんです、これは敵を倒しまくってジェノサイドルートでゴールに行った場合何が起こるのか皆さんにお届けしたいからなんです。さあゴールが見えてきました。デカゴール直前の3連火希望難しすぎるだろ。じゃあ早速ドアに入りまして。何、あやっぱりそうですよねー、で死にますよねー。はい、左上のブラボーは編集してたらうるさかったのでお帰りいただきました。集中しなきゃいけないステージだからね、しょうがないね。え、欲しい、ブラボー欲しい、ブラボーをカットするとか信じられないって。いやほんとうるせえなこれ。さあこの後は2体重なった連続火希望エリアです。ここをスルーして突破できるのでしょうか。ういっす余裕なんだよな。俺はやるぜ、俺はやるぜ。この程度の地獄は何度も見てきた。面構えが違うんだよ面構えが。さあここが最難関エリアだ。あー夏休み、ちょっと待ってこれひらめいたかも。食らっていけばいいんじゃね。そうだよワリオだよ、発想の逆転だよ。でここで踏んでフラグ回収とかあるんだよな。いやうますぎだろ。いや今のはうまいというか俺の冷静さが勝った。さあドアに入っていきまして、あそっか爆弾か。いや気づくの遅すぎだろおっさんかよ。うるせえよ昭和生まれの YouTuber なんて今や逆に貴重なんだから大事にしろよ。はい、ちゅうわけでゴールしましょうね。じゃ今回の動画はここまでにしたいと思います。次のマリオの子ネタ検証動画は今週末に出したいと思ってるんで編集頑張ります、お楽しみに。じゃ次の動画でお会いしましょう。Thank you.